皆様お疲れ様です。無事に勝って1位を守りました。そして3位とのポイント差を9に広げました。これはかなり大きな勝利となりました。この試合はアウェーとは言っても、広角圏内に沈んでいる鹿児島が相手とあって、絶対に勝たなきゃいけない試合だったんですけど、 やっぱり試合が始まって感じたのは鹿児島さんには申し訳ないんですけど鹿児島は他のチームに比べてもう一歩が出ないもう二歩が出ないっていう感じで守備の仕方もちょっと緩いというかかなり脆い感じがしました普段ならダメだなぁと思う場面でも いけてしまう感じがエスパルスに何回かあって、正直実力の差はかなりあったんじゃないかなと思います。でも、なぜこんな苦戦してしまったのかというと、エスパルスにとっては相手がいつもより強くなくて、やりたいことがうまくできてたので、いつでも点を取れる状態にあったからだと思います。 いつでも点を取れる状態っていうのは逆に良くないんですよね例えば早めに得点を取ってたら実力の差があるから二点目三点目とゴールをたくさん取れてこれも失礼な話なんですけど七点ぐらい取って圧勝してた可能性もありますでも早めに得点が取れなかったでも 実力の差が明白にあったいつでも取れるという心の余裕があったから変な意味でエスパルスはのんびりしてしまったのかなと思いますそしてやっぱり暑さのせいなのか乾選手にも珍しいミスが目立ちましたそれが原因でチャンスが減っていたというのも感じますただ 左サイドで乾選手カルリーニョス山原選手この3人が絡めばかなりいい攻撃ができるしこの3人の絡みはエスパルスの一番のストロングポイントかなと思いますだからもっとそれを生かす攻撃を追求する必要があるのかなとも思いますねそして 気になったのが北川選手と吉田選手なんですけどまず吉田選手から言うとこの試合だったら吉田選手じゃなくて北爪選手をスタメンで良かったんじゃないかなと感じました鹿児島は本当に本当に失礼な話なんですけど鹿児島は明らかに実力が不足していて 正直怖くなかったですそれならエスパルスはサイドバックに守備,守備特化している吉田選手じゃなくて攻撃に特化している北爪選手を起用しても良かったんじゃないかなと思いましたルーカス選手がわりかしサイドに張らないで真ん中にいたりしていたので。 その空いてるサイドのスペースを北爪選手に使わせる方が攻撃,な攻撃が得意な北爪選手なので効果的だったのかなと思いますちょっと吉田選手にとってはかわいそうな試合になったかなと思います守備が重要な試合なら吉田選手でいいんですけど吉田選手は攻撃が苦手なので そのトラップミスとか攻撃に対する基本的なミスが目立ってしまっていて得点ののチャンスを何回も逃がしてしてまったのが現実ですね試合によって攻撃のバランスとか守備のバランスとかそういうのって出てくるので右サイドバックに関しては試合の流れによって誰を使うかをもっと 慎重に決める必要があったかなと思いますそして北川選手ですけどこの選手は自分で得点を取りに行くっていうプレーより味方に取らせるっていうプレーの方が向いてると思いますフォワードだから得点を取らなきゃいけないって固定観念はあるでしょうし 得点を取れないことを騒ぎ立てる人もいるかもしれませんが北川選手はうまくいってた時ってもっと味方をうまく生かしてて自分の得点は二の次というかそういうプレーが多かったんですよね。あと誤解を生むかもしれませんが北川選手は純粋なストライカーとしてのシュートは ああまりうまくありりくせん。ワンタッチでの得点というのはシンプルなことはできるんですけど相手と構えて相手を抜いて強引にシュートを打ってゴールを狙うこれは北川選手手の苦手分野かなと思います。確かにストライカーとしてずっと育ってきたんですが。 やっぱり高校サッカーとプロのサッカーには大きな差があって高校時代は簡単にできていてゴールをたくさん取れてたんでしょうけどプロになると相手の守備レベルが上がってくるので高校時代と同じことをしててもそう簡単にはゴールは生まれませんだから焦らずガツガツとゴールを狙うよりも 一つ深呼吸をして、方を生かすプレーをもっとと心がけていいいいんじゃないかなか思います。今シーズン開幕した時は本当に北川選手のそういう味方を生かすプレーが目立っていてフォワードじゃない他の選手が動き出して多彩な攻撃ができていたのでそこを改善というか原点回避。 気してみるのもいいかなと思いますあと西原選手ですが西原選手はここのところプロの洗礼を浴びているかなと感じますドリブルで簡単に突破できなくなってるしそれ以外の動きとかそれも存在を生み出せてないと感じるし今はかなりプロで生きていく厳しさを感じていると思います でもまだ17歳なので全然焦らなくて大丈夫だと思うしそもそも17歳でベンチに入ってて出場する機会があるっていうのがとてつもなくすごいことなのでまた何かのきっかけがあれば西原選手は一気に伸びると確信していますあと最後に住吉選手はすごいですね 高さという部分では本当に桁外れだと思うしあの、高さという部分では本当に J2 の日本人で住吉選手に高さで勝てる選手は存在しないんじゃないかなと思います。抜群の高さですただ欲を言えば得点力を身につけてほしいですね。 守備の部分では高さで非常に貢献してるんですけど攻撃の時コーナーキックの時にエスパルスは住吉選手を第一に狙って蹴ってますよねそれはエスパルスの中で住吉選手が一番高さで期待できるからということなんですがどうしても毎試合そうなんですけどコーナーキックのボールを合わせるというのがあまり難しい 得意じゃないといとうかヘディングがうまく当たらない場面が目立っていて確かにジャンプ力がとんでもなくてひときわ目立っていて人間離れしたジャンプ力を見せてくれるんですけどまだその先がなくてジャンプしてズドンという迫力のあるヘディングシュートがないですよね。 そこはちょっと物足りなく感じるしエスパルスのことを考えると J1 で戦った時にもう来年の話ですけど J1 で戦った時により今より得点パターンを増やすなら住吉選手のヘディングシュートは大きな鍵になると思うのでそこは改善してほしい部分ではありますただこれは批判ではなくて住吉選手は 間違いなく桁外れの選手だと思ってます。今シーズンのエスパルスの MVP レベルの活躍をしてると思います。それは誤解しないでいただきたいです。ということでこれで3位とも勝ち点の差が開きました。だいぶ開きました。まだ終わりではないですけど視界が良好になってきましたね。 もし鹿児島まで行ったという方がいましたらどんな感じだったのかとかすごく興味があるのでコメントお待ちしております。では今日はこの辺にします。チャンネル登録やコメントお願いします。今日も聞いてくれてありがとうございました。